店舗展開の例メニューの例、コロちゃんのコロッケ屋は、かつて日本に存在した店舗チェーン。コロッケを主力商品としていた。2020年現在、東京都八王子市で2店舗で営業が確認されている。チェーン運営の本部は、コロちゃん株式会社で、社長は、小竹守。同社は、社団法人日本フランチャイズチェーン協会に、巡回員として加盟していた。 マスコットキャラクターはコロちゃん。コロちゃんコロッケと書かれた縁の中でコックがコロッケを笑顔で食べようとしている絵が目印。店内にはフライヤーホットショーケース、冷凍庫を設置し、本部は各店舗に冷凍食品のコロッケや植物油などを供給し利益を上げるというシステムであった。店舗にはパソコンやレジも置かず、携帯電話で売上計算から 在庫の受注発注を行っていた。各店舗の建物は簡易建築が多かったが、他にも建物内のテナントなど様々で、コロちゃんカーと称する軽トラックによる移動販売車の店舗などもあり、外して正面席の店舗で客の目の前でコロッケを揚げて販売するというスタイルであった。ドミナントと呼ばれる販売戦略に基づく出店戦術を取り、フランチャイズ店舗を主軸に、 全国のスーパーマーケットや100円ショップの店舗周辺や駅前、繁華街などに出店し、FC 加盟料や初期投資の低さなどもあって2000年頃に急激に拡大した。1個50円の揚げたてコロッケの薄利多売により、デフレ下で急成長する事業として注目された。前世紀には直営店とフランチャイズ店の合計で、全国に700店、日本だけでなく、シンガポール、 イギリス、ケニアにも出店し、さらに、ブラジル、アルゼンチン、アメリカ合衆国などへの出店計画も公表していた。2003年3月期には37億円の売り上げを上げていた。しかし、2007年8月、チェーン本部であるコロちゃん株式会社が約25億円の負債を抱えて、名古屋地裁に自己破産を申請し経営破綻。 小売価格で1個50円から200円程度までの低価格のコロッケ類を主力商品とした、薄利多売という販売モデルをとっていたが、商品単価と利益率が低すぎたことで、フランチャイズ店の経営が成り立たないことが、多く短期間での閉店や脱退が目立ち、また惣菜類に力を入れ始めた、コンビニエンスストアチェーンなどとの競争激化や、 個人消費の低迷の影響で売り上げが低迷したことなどが要因で、2007年3月期には売り上げを27億円まで落としており、直営店は約50店舗、フランチャイズ店は約200店舗程度まで減少していた。また、経営安定を目指して、西池袋のコリキャンカフェ、他にもコロちゃんバーガー、ポケットパン店等の店舗も展開していたが、本業である。 コロッケ部門の低迷が深刻であった。2007年に入ってからも TBS 系のテレビ番組などで取り上げられるなどしていた矢先の表面的には突然のチェーン本部の経営破綻であったためフランチャイズ店舗についてはそのまま取り残される格好になりその後短期間で閉店に追い込まれたところが多いが一部にはコロちゃんの看板を掲げたままあるいは店舗名を変更し 独自に、商材調達やメニュー変更を行い営業を継続した店舗もあった。コロッケを売り物にすることを最初に思いついたのは、前副社長だった弟である。社長の子だけは後に取材に対し、弟はいかつい体格をしているから思いついたのだろうと発言している。ABC、コロッケ屋、コロちゃん、事故破産申請負債25億円。朝日新聞、名古屋遊刊。 ありがとうございます。